鳥肌かえで？そうだ、鹿の食べた後。昨日急に来られてさ、驚いたよ。水引町原沢にグランピング施設の管理、運営をいたします。水っていうのは低いところに流れる。で、上流の方でやったことは必ず下に影響します。汚染って言ったって都会の水よりずっと綺麗ですよ。グランピング場の予定地、あそこは鹿の通り道なんだ。ホテルほど住民の方たちはバカじゃないですよ。クレイモードさんには今からやろうとしていることがそういう町の誇りに触れる部分なんだっていうことを理解して。遅くなりました。今日もきっと忘れてるから歩いて帰るって。銃声。やりすぎたらバランスが壊れる。